聞こう。みなさんこんにちは。こんにちは。ふうかです。今回はまこぺこさんからのリクエスト曲で、ドラマ応答せよ1994の OST Feeling Only You のまぬるぬっきみょという曲をカバーします。まず今回もリスナーさんからメッセージをいただいていますので紹介していきますね。グマナスティさんからいただきました。ふうかさんこんにちは。酒ソング会では監修歌を歌ってくださってありがとうございます。母の涙父の汗という歌詞なのに、なぜ重荷とアボジという単語がないのかわからなかったのですが、ニュアンスをご説明いただき納得しました。実はこの時4回目ワクチンの直前で先にコロナに感染した家族から感染してしまい、30年ぶりに38度を超えての発熱に屍のように横たわっていましたが、風花さんの監修歌が五臓六腑に染み渡り、コロナなんかに負けない、一月後にはプサンに行って経口補水液じゃなくて生マッコリを飲むんだと正義が吹き込まれました。歌が心に響くと本当に力をもらえるんだと、歌の力をひしひしと感じた次第です、という前半部分でありがとうございます。そうだったんですね。コロナは本当に感染力が強いので、家族間での感染はなかなかね、防ぐのが難しいですよね。医学的には軽症でも結構高熱が続くという方も多いので、本当に大変でしたね。でもこの経口補水液じゃなくて生マッコリを飲むぞというね、モチベーションが最高で、ちょっとこれ笑ってしまいました。その気持ちがよくわかりますよ。きっとね、生マッコリが回復した五臓六腑に染み渡ったと思います。今回の収録の直前に旅行報告のメッセージもいただいていますので、こちらは来週紹介させていただきます。そしてメッセージの後半部分ですね。またアロハのリクエスト、ゆかさんのコーラスも参加いただいて、美しいハーモニーに感謝感激です。表現力が乏しくて何と言っていいのか、お二人のおもてなしの精神に包まれました。ありがとうございます。これからもたくさんの歌を楽しみにしています、ということで、こちらこそ本当にいつも聞いていただいてありがとうございます。このメッセージの内容をね、ゆかさんにもお伝えしたところ、ゆかさんも喜んでもらえてよかったとね、言っておりました。また機会があったらゆかさんにも登場してもらおうと思います。というわけでメッセージありがとうございました。さて、では今回カバーする曲の話題に入っていきますが、今回はまこぺこさんからいただいたリクエスト曲、ドラマ応答せよ1994の OST で Feeling Only You ドマヌルヌッキミョという曲をカバーします。この曲は出演俳優のチョンウさん、ユー・ヨンソクさん、ソン・ホジュンさんの3人が一緒に歌っていて、ドラマのテーマソングみたいな曲ですよね。このドラマ応答せよシリーズ面白いですよね。私も結構ハマってみたドラマです。ドラマの構成が、最初にまず現在の様子ですね、2010年代ぐらいの様子から描かれて、そこに至るまでにどんな紆余曲折があったのかっていうのを振り返りながら描いていくという構成になっているんですよね。韓国の現代史的な部分ですとか、発展のスピードの速さも感じられる面があって、それもね、とても面白いと思います。そしてこのドラマも OST がその時代のヒット曲をリメイクする形で使われているものも多いんですね。先月、賢い医師生活の OST のカバーをしたんですけれども、このドラマ賢い医師生活と同じ監督の作品なんですね。シン・ウォンホ監督さんの出世作ともいえる名作ドラマがこの応答せよシリーズだと思います。今や有名ケーブルテレビ局の TBN ですが、一作目の応答せよ1997が放送された当時は、まだケーブルテレビ局全体の視聴率ってあまり高くなかったそうなんですよね。そしてこの応答せよシリーズのヒットから、ケーブルテレビの認知度が高まって視聴率が上がっていったという経緯があるそうです。今回のカバー曲はドラマ応答せよ1994の OST で、
こちらは応答せよシリーズの2作目として韓国では2013年に放送された大ヒットドラマです。私はこのドラマを見る前に三食ご飯という TBN のバラエティ番組にハマっていた時期があったんですね。何度かこの番組でも話題にしているバラエティ番組なんですけれども、この三食ご飯漁村編のシーズン1にソン・ホジュンさんがレギュラー出演されていたんですけれども、この応答せよ1994での共演つながりということでチョンさんがゲストにいらっしゃった回があったんですよね。でその回を見てたらやたらテロップにスレギスレギって出るんですよ。でスレギって韓国語でゴミっていう意味なので、えなんでチョンさんゴミって呼ばれてるんだろうなと思ってたら、それがこの応答せよ1994のドラマの中でのあだ名だったんですね。あのスレギおっぱってね、ゴミお兄さんって呼ばれてたんですよね。でちなみにお二人とも三食ご飯では比較的ね静かな性格のように見えたんですよ。まあでも三食ご飯は大先輩のチャースモンさんとあとユヘジンさんがお二人いらっしゃって、その、まあ、弟分とか子供みたいなあのポジションでソン・ホジュンさんが出ていらっしゃったので、そういう先輩後輩の関係の中でそのように見えたのかもしれないんですが、特にねホジュンさんはこの応答せよの中ではイケイケな大学生を演じられていたので、このギャップからねなかなかの実力派俳優さんだなと思いましたね。そしてドラマの内容はネタバレしない程度にしておきますが、皆さんはチルボン派でしたかスレギ派でしたかね。私はスレギ派だったんですね。スレギさんがあの医学生だったんで、ちょっとね医学生ポイントっていうことで上乗せされてるかもしれないんですけれども、でもチルボンもねすごく良かったと思いますね。応答せよシリーズって1997、1994、1988って3種類出てるんですけれども、この中でも1994はですね恋愛要素とヒューマンドラマ的な要素のバランスが良くて好きな作品です。ぜひご覧になってみてください。そして今回カバーする曲 Feeling Only You という曲は元は The Blue という男性デュオグループの楽曲なんですね。1992年発表のデビューアルバムのタイトルトラックだったそうです。 The Blue のメンバーはキム・ミンジョンさんとソン・ジチャンさんのお二人 でこのお二人がもともとモデルさんとか俳優さんとかで活躍されてた方々だったそうなんですね。なのでビジュアルがすごくかっこよくて当時から爆発的な人気を誇っていたグループのようです。よく音楽アプリで90年代の韓国のヒット曲みたいなプレイリストを私はランダム再生で聞くことが多いんですけれども、そうするとね時々ザ・ブルーの曲出てきますね。この Feeling Only You のザ・ブルーバージョンの原曲の方はですね応答せよの OST よりもだいぶテンポがゆっくりなんですよね。で応答せよの OST の方はアップテンポで聴いていて元気が出る感じなんですけれども、ザ・ブルーの原曲の方はゆっくりな分若干センチメンタルな雰囲気もあって面白いので、こちらも機会があったらぜひ聴き比べてみてください。では続いて歌詞の紹介に入っていきます。今回はねサビの部分の歌詞を紹介しますね。힘없이뒤돌아가지만力なく背を向けていくけど널잊을수없을거야君を忘れられないだろう서로가원한건아니었잖아お互いが望んだわけではないじゃないか조금더가까이다가와もう少し近くに来てよ너만을느끼며달콤한君だけを感じながら甘い내사랑을전할거야僕の愛を伝えるよ그냥이대로ただこのまま영원히내품에안겨永遠に僕の胸に抱いて내사랑 Oh my love to you 僕の愛 Oh my love to you という歌詞なんですね。つまりお互いが別れを望んだわけではないけど、まあ、なんか流れでうまく噛み合わなくなっちゃって一旦は別れるんだけど本心では君だけを胸に抱いてこの愛を伝えたいという内容が
歌われていると思うんですよね。これもまたドラマの内容と本当にぴったりな歌詞だと思いますね。でこの曲は1番と2番の歌詞が同じで繰り返しの構成になっているので、とりあえずこの部分を覚えればもうサビは攻略ということでね、全部歌うことができます。では曲を聴いてみてください。オートセヨ1994の OST Feeling Only You という曲をカバーしました。가나이길을바랬던것만큼많은곳으로나지는않아알수없는이아쉬움들은그리움의마음일뿐오잘봤던우리의시간은오랜아픔으로남겠지만모든것이변할순없잖아いかがでしたでしょうか。かなり早い曲でしたよね。アップテンポの曲っていうのはリズムに乗って勢いで声を出す感じで歌えてしまうので、歌唱技術そのものの緻密さという面ではね、そんなに難しくはないんですけれども、その分韓国語を素早く正確に発音しないといけないので、特に A メロの部分ですね、この曲かなり舌がこんがらがりそうになりながら練習いたしました。
今回はねカラオケ音源をどうやって作ろうかすごく悩んでたんですよね。で特に応答せよの OST の方はシンセサイザーがたくさん入っていて音数がすごく多いんですよね。でこれを全部再現するのは技術的に無理なんでどういう構成で作ろうかなって悩んでいたところですね、歌の先生がこの曲は90年代の広瀬香美さんみたいな雰囲気があるよねと言ってくれて、それがヒントになったんですよ。広瀬香美さんは最近 YouTube でご自身のヒット曲をピアノ一本で弾き語りしていらっしゃるんですね。ロマンスの神様とかゲレンデが解けるほど恋したいとかね、これらの曲も90年代に発表された原曲の音数はかなり多い曲なんですけれども、広瀬さんはねそれをピアノだけでかっこよく表現されているんですよ。なので今回はちょっとこの広瀬香美さんからアイディアを得てピアノとカホンのみで原曲の疾走感を出せるようにっていう感じで挑戦してみました。今回のカバーでアップテンポの曲の新しい表現方法がちょっと自分の中で開けた感じがあってとても勉強になった一曲でございました。そんなわけでマコペゴさんリクエストありがとうございました。今日 YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しています。その他の外国語字幕は YouTube 字幕の方でお楽しみください。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。